こんにちは、こんばんは。アリは、おはようございます。ビビです。今日はね、ファルコンレイクで、化け物トラウト釣り。で、餌は、ブラウントラウトの卵。そして、針はキャットフィッシュタイプの、50。まあ、なるべく、このレベル帯、レベル14で釣る、まあ、道具っていうことを加味して。で、場所が、ファルコンレイク船着き場の、湖に向かって左側の、まあ、岸壁になっているところに向いて投げる。で浮きもカービータイプだから、そんなに飛ばないやつね。で、大事なのはね、これ時間帯なんですよ。深夜帯にして、で浮き下は250、カービータイプの浮きで最大に取れる深さ、これが250だから、250で深夜0時にして、だってモンスターといえばね、ミッドナイトなわけですよ、なんて適当なことでね。ラストの1個だから考えられることを全て加味してやってみたんですけど、で、この、まあ、岸壁の近くって結構ブラウントラウトが釣れたりするのでね、まあ、ひょっとしたら深夜0時にしたらどこでも釣れるのかもしれませんけど、まあ、とにかく浮き下250にして、で、ちょっとね、魚とのやり取り時間かかりましたので割愛して、まあ、今釣れましたと。もうね、釣り上がってびっくりですよ。トラウトには見えません、本当に。丸々と太ったね、レインボートラウト。今更みたいなことですよね。もう本来であればレベル14でやってなきゃいけないってことですから。まあでも今からやろうっていう方のね、参考になるんではないかなと思って開けときます。まあ、なんでしょうね、あのキーワードは深夜、まあ、だから深夜0時にするっていうことじゃないかなというふうに思います。というわけで、まあ、誰かの参考になれば幸いです。ビビでした。それじゃねー。